グッテンベルクはバイエルン州クルムバッハ群の町村でウンターシュタイナ派行政共同体の一員である。人口わずか600人のオーバーフランケンで最小の独立自治体である。グッテンベルクはフランケンバルト自然公園の南東端に位置する。この町は公式には14の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この町の歴史は 貴族一門、グッテンベルク家の歴史と密接に結びついている。グッテンベルクが最初に文献に現れるのは1148年で、ある。ハインリヒホンプラスセンベルクは1315年に、グッテンベルクに館を築いた。彼の子孫はこの館にちなんで、この名で呼ばれるようになった。1802年には、バイエルン公国がグッテンベルクの領主となったが、1804年に、 フロイセン王国領に移った。その後、1807年のティルジットの和訳で、フランスが領主となったが、結局、1810年にバイエルン王国に戻された。この自治体の領域の人口は、1970年618人、1987年502人、2000年には561人であった。議会は主張を含めて旧議席である。 かつての領主貴族のグッテンベルク家の館がこの街の印象的な風景を作り出している。その異様はグッテンベルク城と呼ぶにふさわしい。ありがとうございます。